一個だけあります。これ貴重ですからよく見てください、また、はいはい、今から1年前なんですけど同じここです、でその時僕どんなことやったかというと、超能力者にみんなね挑戦状を叩きつけた。で自分が超能力者だと思う人は絶対名乗り上げてくれと。で僕のままそれを超能力を認めたら君は世界でどうなって名乗れるようにマジックキャストで誰も来ませんでした。日本の超能力者しょうがないから自分だけやったんだ、ね、でこれは超能力という名前で、実際に出てる DVD スーパーナチュラルというのね、それで販売されてるものなんだけど、ちょっと皆さんにちょっとね、僕の高校時代から親友が来てて、はい、川崎に、はい、ちょっと川崎のとこ行ってデック崩して、はい、いいですかね、ここに一組のカードをね渡しておきました。みんな見たよね。見た、これ本当にね、桜も何もないです。みんな見ましたね。で、彼に言ったんです。一組のカードの中で、はい、これさ、今度俺写して、はい、いい、はい、これ一組のカードの中で何でもいいから好きなカードをちょっと決めてください。よく言ったね、はい、で、彼が言ったんです。何て言いましたっけ。スペードのスペードの10、はい、スペードの10の決め方がありましたね。スペードの10はどこにあるかなんだけど1枚だけあります。で、ついでだから何枚目にあったらいいですかって聞いたんです。そしたら23番目。頼むよ、こんなのあったら、まあ、今日は、まあ、あくまでも一つで、その時を再現しようと思って、今から、1年前。じゃあ、ちょっとカード取って、はい、カード出して。じゃあ、悩んでんだから。はい、いや、川崎君、はい、このカードを落とさないように出して。本当にやろう。落としたら、いや、なんとも言ってないでしょ。で、ジョーカーが足らなかったんで、ジョーカーに今別のカードを1年間これで苦労したんだから、内容が分からなくて。はい、どう聞いたね、みんなね、今日言ったのは52枚の中から好きなカードを決めてもらって出てくる。そして、好きな枚数で言ってもらいます。無理だよね、これ23枚、22枚かかってます。はい、いいよ、どっか2枚だとちょっと色違います。僕が決めたんで、僕があら、枚数か決めたの。前回、あなたの娘さんと奥さん、全く見てない、はい、触れてないの。ありえないでしょ、これは、はい、ねえ、この人たちはみんな見てたんで、うん、1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、9枚、10枚、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、はい、23枚目を表向きにしないで1枚取って、はい、で残りは置いちゃう、はい、これ23枚目で間違いなくね、はい、最後のもう1回だけ言います。これ自分で決めた、はいはい、であなたに持っててもらって私は触ってません、はいね、はい、自分で決めたカードを自分で決めた枚数です、はい、スペードの10だっけ、はい、カメラに映るみんな、オープンします。うまくいったらおなさんスペードの10が出たら、なんでこれは普通こんなことありえないんだけど、これはないよね。誰の前の現実があるかどうか見てみましょう。いや、理屈としてない、はい、せーの、嘘だよ。はい、お前カメラ持ってくれてね、はい、これはない、はい、ありがとうございました。これが現実ですね。これはないよね。はい、ということで手品で分かります。ありがとうございました。ありがとうございました。